大阪でエース行かれた際に指名されていた姫香さんがかけるの件で炎上してんのかわいそうです。姫香さんどうでしたか姫香さんって普通の子でしたよ。うん、普通の、なんか、 あの、綾田さんに3軒連れてかれて、最後のお店に、進撃の何のとこにいて隣に座さ、隣に座ったから、ああ、かけるんにかけられてるんだとか言ってたんだけど、最初怖いと言われてたけど、なんだ、いい人じゃんって言われて終わりましたけど、うーん、なんで、かけるんが今何になってんの知らない、炎上してんのだってもうそ、そもそも、そういうふうに。 なんで姫香さんどうでしたか?」って言われあの子 a ッ e x にいたんだよ俺その話してたから a ッ e x いたんでしょっつったら「よく知ってますね」って言われて普通にお話して普通にあの礼儀正しいすごく礼儀正しいお客さんとして何でメガネって斜めになんだろうな、うん、礼儀正しく帰ってまいりましたはいね大切でしょうん